NMB48 全メンバー振り返りスペシャル、ね、みるるん、白間みるちゃんですね。さやかちゃんはちゃんとアイドルのプロだったんじゃないかなというふうに思うわけです。ザ・アイドルというのを、やってたというのはやっぱミルキーなんじゃないかなと。本当にね、滑り芸が上手で、上手っていうのも変かな。はい、ということでね、どんどん振り返っていきたいと思います。5時4順でね、今度は振り返っていこうと思いますけれども、まあさっきも言ったように、ちょっと知らないメンバーは申し訳ないです。ちょっと一旦飛ばさせていただきたいというふうに思います。はい、ということでまずは小笠原真由ちゃん、マーチュンですね。はい、このメンバーもすごいメンバーでしたね。個性のある本当に面白いメンバーでしたけれども、あのさっきも言ってました、芸人という番組でもね、さやかちゃんと2人、本当にこの2人が笑いをかっさらってたと言っても過言ではないぐらい、本当にマーチンは素晴らしいメンバーだったなと思います。いや、本当に本当に面白かったですね。本当に面白いバラエティの一面を兼ね備えている、しっかりとしたキャラクターを持ってたメンバーだったなというふうに思います。で、まあこのメンバーはですね、確か2014年の5月ぐらいだったかな、AKB に移籍しまして、でその後2016年卒業したということでございました。まあ、なのでね、まあ、なかなか僕ももうファンになって1年ちょっとぐらいしかね、 NMB での活動というのは見れてないんですが、まあでもそんな中でもね、存在感を放っていたメンバーだったなと思います。さあ、そして続いては沖田彩香さん、アーポンですね。アーポンもね、本当ダンスが上手い、もう一言そうなってくるんですが、ダンスの上手い素晴らしいメンバーでしたよね。で、あとはまあすごいなんか大人な雰囲気を醸し出していたメンバーだったなという印象はあるんですけれども、まあ、なかなかね、選抜メンバーに入ることができなくて、天神姫が選抜だったと思うんですけれども、まあね、結構苦労人で、そういう意味ではまあ、ダンスは上手いですが、なかなか選抜には繋がらなかった中で、しっかりと天神姫で選抜に入りましてっていう、まあ、結構苦労もしているメンバーですね。まあそんな中で今でも確か芸能活動をやってらっしゃるかなというふうに思うので、まあ、しっかりとそこはね、続けていただいて、まあこれからも NMB48 元メンバーとしてね、背中を見せて続けていただきたいなと思います。さあ、そして続いては門脇かな子ちゃん、かな吉ですけれども、そうですね、かな吉はね、先日芸能界引退されましたが、このメンバーはですね、まあ YouTube をね、見てらっしゃる方ならご存知かと思いますけれども、結構バラエティ向きの、本当にまあ、マーチュンと匹敵できるぐらいバラエティ向きのメンバーだったんじゃないかなと思います。で、趣味が釣りで、スピックフィッシングって番組にもね、3月まで出演してましたけれども、まあ、そんな感じで釣りが趣味で、で、あとはおバカさん姉妹っていうフレーズ知らない方も多いんじゃないかなと思うんですが、もう今のファン、最近ファンになったここ1年っていう方は特に知らないと思うんですけれども、おバカさん姉妹というのがあったんですね。現在元気のみるるんと、そしてこの金吉と、後々名前出します木下春奈ちゃん、この3人がおバカ3姉妹と言われていたぐらい、まあおバカキャラでもあったということで、まあ、なかなか おバカキャラでしたね。で、しかもそのバラエティ番組の中で自分がおバカと思ってないようなフレーズとかもよくちょくちょく残されてて、それもギャップというか、ギャップじゃないな、あのなんかそれも面白かったなというふうに今振り返って思います。やっぱ金吉もね、芸能界は引退しましたが YouTube 続けてくれるというところで、まあそこはね、ちょっとこれからも見ていけるのかなというふうな期待はしておるわけでございます。はい、そして続いては川上れなちゃん来ました。うどんですね、うどんつるつるピカーンでおなじみの川上れなさん、でなぴょんでございますけれどもね、でなぴょんはね、ほんと最初は正直なんやねんこのキャラクターっていう感じを正直思ってました。アイドルにたまにおる痛いやつやなっていう風に思ってたわけなんですけれども、あの確か9年ぐらいあのアイドルを続けまして、この9年間、今でもそうだと思いますが、ずっとうどんキャラを極め続けているというね、これはもうね、すごいなと思います。今で言うと原カレンちゃんがピロピロっていう風なキャラクターがありますけれども、まあこんな感じの感じでしょうか。まあね、本当にレナピョンのうどんキャラは本当に面白いもんがございまして、あの途中からその魅力に気づいてきましたね。最初はなんか、あ、こういうアイドルおるな、痛いやつと思ってたんですが、本当に途中から、あ、もう極めてんな、すげえなというふうに思ってきたわけです。やっぱレナピョンはすごいですね。僕も尊敬してます、そこは。まあ見習いたいなと思うところでございますね。はい、続いては岸野リカちゃん、
リカニャンですね。肩幅でおなじみのリカニャンですけれどもね、このメンバーは、まあ、さっきも言ったように肩幅が広いことで有名なんですが、それも変ですけどね、肩幅が広いことで、確かキャッチフレーズ最初はなんか科目、好きな科目は英語、数学、社会でリカっていう感じやったと思うんですよ。やったんですけど、それがね、なんと肩幅が広いということで、その肩幅をもじったキャッチフレーズに途中で変わったという、それぐらい肩幅が広いっていうのが定着していった、そういうメンバーだったんですが、どういう人だったかと言いますと、そうですね、まあ姉御肌の強いメンバーと言いますか、今で言うと石田優美ちゃんのような感じかな、優美パイセンのような、そういう感じのメンバーだったかなと思います。すごくなんか姉御感の強い存在感、オーラを放っていた、そういうメンバーだったんじゃないかなと振り返って思います。でね、まあルックスも結構まあ綺麗なルックスをしてたかなという印象も感じております。さあ、そして続いては木下春奈ちゃんですね。春ちゃんでございますが、まあ木下春奈ちゃんもね、おバカさん姉妹の一人で、先日吉田香里ちゃんの卒業コンサートの方にも出演なさったんかなって感じなんですが、このメンバーはですね、結構一期生の確か最年少やったんちゃうかな、最年少で入ってきまして、かなり豆スタッフさんに何と言いますか、まあ言い方悪くなりますけれども、悪態をついたりとか、結構ねクソガキ感の溢れてた、そういうメンバーだったんですけれどもね、まあ最後の方はね、しっかりと一期生という感じで貫禄を残しながら、しっかりと礼儀を持った、そういうメンバーになって卒業していったんじゃないかなというふうに思います。まあそんな感じですね。春ちゃんは結構握手会も実は行かせていただいてたんですよ。金吉もそうですけどね、マーチューとかもそうなんですが、握手会行かせていただいてたんですけれども、結構あっさりしてる、バッサリしてるというか、そういうメンバーだったんじゃないかなと振り返って思います。そうですね、結構性格はあっさりしてるというか、パサッとしてるというか、そういう感じですね。さあ続きまして、木下は実はもう一人一期生にいます。木下桃香ですね。はい、木下桃香ちゃんでございますが、まあなんかね、桃香ちゃんっていうのも失礼な感じしますけれどもね、木下桃香さんもこの人はカリスマ性の溢れてる、もう僕は本当にメンバーで尊敬する人ってやっぱ、まあいないってことはないですよ、いないってことはないんですけれども、まあまあなかなかね、少ない中でその貴重な尊敬する人の一人なんですけど、なんでしょうかね、見た目はなんか当時は金髪とか結構刈り上げとかして、見た目はなんかなんやねんこいつっていう感じのメンバーだったし、最初は僕もそういう印象だったんですが、なんだろうな、途中からまあ面白いやつだなっていう風にも思ってきましたし、それだけじゃなくてね、しっかりと真面目に活動してるんだなっていうのを実感したと言いますか、僕は一番印象的に残ってるのは2016年のいつまでレモン祭壇に頼るのかっていうコンサートがあったんですが、そのコンサートの中でチケットが売り残ってしまったんですね。売り切らずっていうことになっちゃったんですが、その時も確かチケットを売り切ることが全てじゃないんだと、今日がこれがもう私たちのやりきった全てなんだというふうなコメントをしてた時にね、いやこの人すごいなと思ったわけなんですね。でもそれ以来僕はももかちゃんをしっかりと尊敬していると言いますか、本当に素晴らしいメンバーだなと振り返っているわけでございます。いや本当にすごい人ですよ、桃香さんは。こうやってね、噛み締めちゃうぐらいね、本当に素晴らしいメンバーだったなと今振り返って思います。やっぱ桃香さんみたいなメンバーがね、今の NMB にはなかなかいないんかなっていう印象を感じるんで、そこら辺がまた存在として出てきてくれたらありがたいなと思うわけです。さあそして続いては小谷里穂ちゃんですね。リポポです。まあリポポはね、卒業するときに宮城里穂と改名したわけなんですけれども、このメンバーも面白かったですね。お化け屋敷怖がってなかなか進まんかったりとか、リタイアしたりとか、なかなかの怖がりで、だと霊感もあるっていうところもあったんでしょうけれども、それはね、であとはなんかアイドルらしいことができないっていうことも部分もあったのかなっていう風な、ちょっと不器用な部分がね、ちょっと僕は好きだったなというふうに思いました。やっぱリポポはね、面白かったですよ。非常に面白いメンバーだったなと思いますね、今振り返っても。いや本当に素晴らしいメンバーでした、ね、結構個別握手会、確か愛理ちゃんと初めて行ったメンバーだったと思うんですよ、リポポがね。この2人が個別握手会初めて行ったメンバーだったんですが、まあ、その時もね、まあ、僕が変なモノマネと言いますか、誰かは言いませんけど、変なモノマネをしたら、それが全然似てないっていう時にバッサリ言われるという、そういうあっさりした性格だったような、そういう印象でございます。すごく面白いメンバーでございました。はい、そして続いては小柳ありさちゃんなんですけれども、このメンバーはね、正直僕がファンになって結構すぐ卒業しちゃったんで、あんまり印象残ってないんですが、まあ一つだけ覚えてるのは、結構ルックスの整ってる綺麗な顔をした人だったなという印象でございますね。でもそれ以外は申し訳ございません、ちょっと印象にあんまりないかなと思います。
はい、続いては近藤里奈さんですね。近藤里奈ちゃんです。 D ちゃんでございますけれども、この D ちゃんもね、なかなか破天荒なメンバーでしたよね。スタッフさんの目を盗んでソフトクリームを勝手に頼んで食べたりとか、結構なかなかやばいやつだったんですけれども、まあ最終的にはね、まあ今もそうですけれども、本当にもうしっかりしたメンバーに成長したんじゃないかなって僕自身は印象を感じております。やっぱりね、 D ちゃんは D ちゃん甘やかしたいっていうのも昔あったんですよ。マーチュンとリポポが D ちゃんを甘やかすという、ただそれだけのねやつなんですが、本当にそういうところもあって、なんでしょうかね、独特なオーラを放つというか、甘やかしたくなるようなね、そういうオーラを放ってるメンバーでした。ちなみに握手会も何回か行かせていただいて、同じ本当そのイメージ通りのそういうメンバーでございました。さあ、そして続いてはジョーニシケイさん、ケイちゃんでございますね。ね、ジョーニシケイちゃんといえばね、妹がジョーニシデイちゃんです。有名ですけれどもね、ケイちゃんはね、とにかくいい人。うん、もうその一言に尽きるんですけれども、本当にいい人でしたね。うん、もう本当にいろいろなメンバーがいる中で、ザ・いい人。この人は、この人以上のいい人は、まあ、いると思いますが、いるとも思うんですが、なかなか見つからないじゃないかなって言っても過言ではないぐらい、それぐらいいいメンバー、いい人っていう印象でしたね、僕は。まあ、ケイチはね、いい人なんですが、若干変態の部分もあるというかね、そこもなんかギャップで面白かったなというふうに思います。なんか、ミルルンとケイチの二人が、その変態コンビというか、の僕のイメージの中ではそういうイメージなんですけれども、なんか2人も実際仲いいですけどもね、本当に変態っていう感じ、ザ変態っていうところはこの2人だったんじゃないかなっていう振り返って思うわけなんですが、変態な部分も持ってるこのルックスで、とにかく綺麗な顔立ちじゃないですか、ケイチって。その綺麗な顔立ちで結構なこと言うじゃないですか。それが僕は個人的に面白かったのかなというふうに思います。結構ケイチもね、握手会常連で行かせてもらって、今もたまに OG として、まあ、頑張ってる中でイベントとかね行かせてもらってるわけなんですが、たまにだから会ったりしてるんですけど、本当にいい人ですね。もうその一言につきますね。はい。で、続いて福本愛菜さんですね。アイニャンでございます。このメンバーもね、実は僕らのユリーカあたりから好きになってるんで、卒業したあたりで僕は NAB のファンになってるんで、あんまり知らないかと思われるんですが、一見、まあでもね、吉本新喜劇のメンバーだったり、あとはまああの吉本所属のタレントとして活躍してるっていう印象もあったんで、まあだからまあ結構ね、そのアイニャンの印象っていうのは強くて、卒業してからファンになりましたけど、うん、結構印象は強い方で、結構面白い人ですよね。なんかそういう印象を感じます。やっぱね、アイニャンもうちょっと見たかったですけどね、本音を言うとね、まあ、そこは仕方ないところでございます。はい、続いて山岸夏実ちゃん、夏実ですね。このメンバーも僕はファンになってから2年くらいかな、1年くらいかな、いたメンバーなんですけれども、このメンバーはですね、まあなかなかルックスもいいですし、そういうメンバーだったんですが、僕の印象としては真面目な子だったんじゃないかな。まあめちゃくちゃ印象に残ってるかって言ったら申し訳ないですから、ちょっとそこまで印象に残ってない部分もあるんですけれども、結構真面目な子だったような、そういう印象は感じますね。はい、そういう感じでございます。で、続いては山口ゆうきさん、ゆっぴですね。ゆうきちゃんでございますけれども、ゆっぴですけれども、まあ、ゆっぴはね、NMB のお母さんっていう、そういう風に言われてたわけですが、もうその言葉通り、本当に、まあ、NMB をなんか母親的存在で支えてたようなね、そういうメンバーだったんじゃないかなと振り返って思います。で、結構ナイスバディをしてるんですよ。まあ、それ以上はね、言いませんけど、本当にナイスバディでございました。で、続いて、まあ、振り返りの中ではラストになるのかな。まあ、ここ最近辞めたので、もう知ってる方もいっぱいいると思いますが、あかりんこと吉田あかりちゃんでございますね。はい、やっぱあかりんはね、女子力動画とかで知られた方もいっぱいいると思いますし、やっぱりね、印象に強い方も多いと思うんですけれども、最初の方はね、まあ、僕はその時代知りませんが、結構その、男絡みのこともあったりとかしたんですよ。まあでもそんな中でもね、しっかりと巻き返して YouTube という新しいジャンルでね、頑張っていったっていう、そういう印象なんで、やっぱ僕はアカリンはすごいなと一言で思うわけでございます。で、アカリンはね、メンバーとして、まあ最初の方は結構その自分がっていう感じのメンバーだったんですが、まあね、年を重ねていくにつれて、どんどんグループのために頑張っていこうとしてたという、そういう印象の強いメンバーですね。まあやっぱりグループのためになる活動をしていこうという、そういう風な印象を感じました。やっぱアカリンはそういう意味ではいいかなというふうに思いますね。いいメンバーだったんじゃないかなと振り返って思います。はい、そして
飛ばしていったメンバーなんですが、まず太田ディオナさん、篠原環奈さん、氷川あやめさん、松田しおりさん、森彩香さんで、まあ原瑞希さんと山口彩香さんというメンバーがいるんですが、まあ、その辺に関しては申し訳ないですね。本当に申し訳ないですけれども、僕はファンになる前の時点でも辞めちゃってるんで、どんな人かあんまり知らないのはちょっと申し訳ないです。だからちょっと今回語ることはできませんけどね、そこはちょっとご了承いただきたいと思います。はい、ということでね、今回はですね、NMB48 の全メンバーを振り返る第1弾1期生編ということでございました。いや、かなり長い試作になってますけれども、もしかしたら前後編に分かれてる可能性もありますけどね、そこら辺はぜひとも前編後編合わせて見ていただければなというふうに思います。はい、ということでね、今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次回も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。